バンデルレイ・コルデーロ・デリマは、ブラジル・パラナシュ・クルゼーロド・ドエステ出身のマラソン選手。身長169センチメートル、体重52キログラム。デリマは2004年アテネオリンピックの男子マラソンに出場し、36キロメートル地点までトップを走って、板が突如沿道から乱入したニール・ホランから抱きつかれ、歩道に押し出されるという走行妨害を受けた。直後に、 レースへ復帰するもののトラブルによって約15秒間のロスタイムが生じ、その直後からペースを崩してしまった。この結果、金メダルを獲得したイタリアのステファノ・バルディーに銀メダルを獲得したアメリカの目武ケフレジキにも抜かれ、結局3位でゴールインし、銅メダルを獲得した。なお、レースを妨害したホランは間もなく逮捕された。妨害されても、 最後まで走り切ったデリマの姿を受け国際オリンピック委員会から銅メダルとは別にピエールド・クーベルタンメダルがデリマに贈呈された。後同2004年にデリマはブラジルの最優秀スポーツマンを受賞した。またデリマはレース後の記者会見でも完走できてオリンピックのメダルが獲得できたことが何よりも嬉しく思っています。この銅メダルはまだ私が 金メダルを取ってはいけないという神からの試練なんです。と語り、ホランを非難するコメントは一切しなかった。これにより、デリマは金よりも輝く銅メダリストとも呼ばれた。デリマは日本の男子マラソン大会にも何度か出走しており、1996年の東京国際マラソンでは優勝、同じく1998年の東京国際マラソンでは、 自己ベスト記録の2時間08分31秒をマークしている。また TBS のオールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンにも2005年春、秋と2回ゲストランナーとして出走しており、日本でも知名度と人気の高い選手だった。2007年、デリマは第1回大会の東京マラソンにおいて外国招待選手として出走し、2時間16分08、 秒で6位だった。2016年8月5日、リオデジャネイロオリンピックの開会式で聖火リレー最終奏者を務めた。ありがとうございます。